はい、こちらですね、今兵庫県尼崎市の大西町に来ております。ここでトイズキング兵庫買取センターが6月26日にオープンするということで、工事開始という感じですね。まだ今日から工事開始なのでこんな感じです。コンビニの跡地ですね。立花駅から歩いてきたんですけど、トイズキング買取センターの兵庫店ですね。ちょっと見えてきましたね。セブンイレブンの隣。おお、目立ちますね。暑いな。梅雨だからムシムシしてる。暑い。あ、着いた。兵庫買取センター。いやー、完成しましたね。全然広い。あ、全然いいですね。じゃあ行ってみましょうか。よろしくお願いします。緊張してます。緊張します、ね、緊張します。初登場の三浦店長と、もともと千葉の店長にだったんですよね。千葉の店長やってて、まあ、今回兵庫がオープンするということでこっちに来てもらって、兵庫店の店長という形でお願いします。三浦君の得意ジャンルというか。そうですね。どんなのあります？ヘアフリップとか。はいはいはい、メリコムトイさんのね、見てる回数多いですね。なるほどなるほど。もう買取金額とかそういったのはもう見てわかるみたいな。だいたい、だいたいそうですね。もう何年ぐらいですか？6年は入ってますね。長いですね。兵庫県には来たことはあります？兵庫県に来たことは、買取では何度か来てます、ね。あ、出張買取で、はい、はいはいはい、出張買取やってるんで、だいたい立地の方とか、立地っていうのは分かります？はい、だいたい。あ、そうですね、さっき話してた、兵庫店があって、はい、もう兵庫店から西に行くと、甲子園。甲子園、はい、いいですね、甲子園があって、宝塚。宝塚ありますよね。で、芦屋。芦屋、高級住宅芦屋。で、反対、東行くと大阪。僕も新大阪から電車で来たんですけど、だいたい立花駅まで20分ぐらいですね。不思議ですよね。大阪からもうここまで20分で、ここから神戸市、西宮、三宮ぐらいまでだと、どうだろう、電車で1時間もかからないですよね。30分ぐらい。で、明石とか、あの辺も行きやすいのかな。あ、そうですね。はい、明石海峡大橋を渡って、淡路島にも行きやすいってことね。はいはい、まあ、そういったところも踏まえて、ちょっとこの西側の強化というところで頑張っていきたいなという感じですね。はい、よろしくお願いします。お願いします。